したの、かなた。落ち着かないね。毎日忙しくって。もちろん楽しいこともいっぱいあるんだけど、疲れが原因か、ストレスも溜まっちゃうんだよね。わかるわかる。女の子って特に原因があるわけじゃないけど、あーってなるときあるよね。ツイッターとか配信でこの落ち着かない気持ちを吐き出すわけにいかないし、かといって誰かにぶつけるわけにもいかないし、吐き出せる場所があったらいいのにな。うんうん、ココチみたいに屋号のサンドバッグを殴るのもいいけど、できれば誰かに共感してほしいもんね。綿目はいつも落ち着いてるように見えるけど、何かしてるの？え？私は最近流行ってる新しい SNS で落ち着かない気持ちは吐き出すようにしてるよ。新しい SNS？ そう、その名もFacebook。メールアドレスで登録するだけで誰でも簡単に自分のページが持てちゃうし、おまけにいろんな人とつながれる。写真も文章も動画も投稿できて、特にこのボタンでたくさん共感してもらえるとすっごくストレス発散になるんだ。いいの？僕も自分のページ今すぐ作る。利用者はすでに100億人超え。朝ココ .com が運営しているサイトだからセキュリティも安心。このフックブックのおかげで有名になってデビューした人もいるらしいよ。すごい。早速今日のことを投稿したら先輩もついてて嬉しい。なんだかストレスも軽くなったかも。利用料は無料。みんなも早速フックページを開設して投稿してみよう。